ムアン・ラーチャブリー軍は、大中部、ラーチャブリー県にある軍である。ラーチャブリー県の県庁所在地でもある。ラーチャブリーとは、王の町を意味する。短く、ラートブリーと発音されることもある。クーブワの仏塔の後軍内のクーブワには、ドバーラバティ時代の遺構があり、ラーチャブリーがその時代から、重要な都市であったことを示している。その後のアユタヤ王朝時代の、 トライローカラート王時代に編纂された三人法典にも記録がある。同書によれば、ラーチャブリーは、機内の第四級国で、オークプラ・ーマリンタルーチャイと呼ばれる管理が置かれ、左局のもと、統治されていた。その後、後期アユタヤ王朝に至っては、ラーマ一世が、ルワンヨッククラバッタの官名で、ここで公務を司っていたことがわかっている。 その後1817年ラーマ2世はメイクローン側の対岸に町を移動し城壁を築いた。1895年にはラーマ5世が着リー改革を行い、ラーチャブリーを中心に周辺の県を合わせてモントンラーチャブリーを形成、ラーチャブリーはその中心地区となった。1897年ラーチャブリー県が成立し、ラーチャブリー市も成立した。その時、 モントン・ラーチャーブリーの象徴のあるポーター・ラームにあったが翌年現在のナーム湾に移動させられた。クローン川の形成した平地にある。軍内南部にはカオケンちゃんと呼ばれる山がある。軍内の産業のほとんどは農業で米、果物、砂糖キビなどが生産されている。また工業も盛んである。市内にはラーチャーブリー発電所がある。 軍内には22のタムボンがあり、さらにその階に187の村がある。軍内には4つの自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には18のタムボン自治体が設置されている。タムボンラームアン、タムボンェーリーハック、タムボンドオーンタコ、タムボンノーンラーナー、タムボンフワイパイ、タムボンクンラムーン、タムボンクンクラティン、 タムボンアーントーン、タムボンコクモ、タムボンサームルアン、タムボンピクントーン、タムボンナムプ、タムボンドーンデ、タムボンヒンコーン、タムボンカオレーン、タムボンコプラッププラタムボンルムリン、タムボンバンパー、タムボンポンサワーイ、タムボンクーブは、タムボンターラップ、タムボンバンライ。ありがとうございます。